日本の礼儀に関するある記事が海外で投稿されました。すると、多くの外国人が共感し、感銘を受けました。それが、どういった投稿で、なぜ共感を生んだのでしょうか。一緒に紐解いていきましょう。まずは、投稿された記事の一部を見ていきましょう。今回のテーマは、京都がいかに美しい場所なのかではなく、日本人がいかに礼儀正しい人たちなのかについてだ。日本の人たちは本当に礼儀正しくて、店員さんがクレジットカードを客に返すときは両手で差し出し、さらにはお辞儀までしてくれる。風邪をひいたときには他人に風邪をうつすことがないように彼らはマスクで口を覆うんだ。日本人にありがとうとランダムに声をかけてみると、彼らもまたありがとうと返してくれる。礼儀正しい人たちが暮らす国、それが日本なんだ。日本の礼儀正しさについて語られていますね。この投稿に対して、日本で暮らしているもしくは在住経験があり、日本人の礼儀正しさに感銘を受けた経験がある外国人から感動のコメントが多く寄せられました。その一部をご紹介します。海外の反応。アメリカ人は日本と日本人の生き方からたくさんのことを学べる。在日の米兵として日本で暮らすようになって3年。日本人の礼儀正しさを目の当たりにしてきたんだ。私も保証します。何かを差し出すときは常に両手を使うんだよね。そして挨拶をするときは絶対にお辞儀も一緒にするの。日本を愛してる理由の一つだ。世界中の人が日本人くらい礼儀と思いやりの心があれば、もっといい世の中になっていくはずなのに。日本人の礼儀正しさは衝撃的なくらい。だからこそ、俺は日本人が大好きなわけだけど、母国に帰ったら自転車の盗難を心配しなくちゃいけないなんて悲しいね。日本なら何の心配もいらないのに。しかも日本人はたとえ忙しそうにしてても外国人が困っていたら必ず助けてくれるんだ。完全に同意する。俺は実際に日本人の礼儀正しさに感銘を受けた一人だし、私たちも日本人の姿勢を見習いましょう。日本人がいかに礼儀正しいのかってことは、長く住めば住むほど理解できるようになるわよ。人類が全員日本人ならよかったのに。日本を敬愛してる最大の理由の一つが、まさに彼らの礼儀正しさなんだ。日本人との接触は間違いなく特別な体験になるよ。僕らが非イスル国から学べることは本当に多い。私の感想。他の国と比較すると日本の文化は礼儀正しいというのがわかりますね。もちろん全部が全部というわけではないですが、グローバル社会になって世界からいろんな文化や考えがどんどん入ってきていますが、日本の礼儀のような良い文化は残しつつ、海外の良い文化を取り入れて、日本がもっともっと素敵な国になるといいですね。